はい今回はのとの揺れで理由をつけて令和の議員や支持者を叩く違和感について考えていきます今回もよろしくお願いいたしますまあ、一言で言ってですねまあ、令和つぶしだと僕は思うんですがまあ、リスナー様もですねこちらの件、えー、見た方いらっしゃるかと思うんですが、えー、のとの揺れがありましてまあ、そのことがとてもね大きなことなので注目されているわけですよでその中にですね、えー、などういった経緯を経てか知りませんけど 何かいちいちあの令和のことを否定している人間たちが多数いますので意味がわからないということで,で、えー、いろいろ言ってるんですがあの僕なりにちゃんと考えましたのでそう言ってることは間違ってますよということをきちんとご説明いたしますあとですね、えー、今日羽田空港で何か事故というのか何かがあったんですがそちらちょっとご意見いただいたんですが調べていてはっきりわからないんですね。 であのすぐにあの言ってですね間違っていたりしたらあ大変なのでちょっと考えてもし分かればお伝えします。であのもちろんですがわからないことが僕には多いんでねわからなかったらそちら申し訳ないですっていうことでえ一応ちょっとそちらをお伝えいたしました。でまず誤解がないように、えー、言っておきます別にあの誤解をされてもいいんですけどまあこの令和潰しの今回の件でね あの別によく右とか左とかっていうんですが別に右とか左とかっていうこと自体がまずおかしいんですけど別に僕は右でも左でも何でもないですよ。でも何でもないです単純にあの令和を応援している一人の日本国民です。だから令和の政策とかを見て学ぶことはありますが別にそれ以上はない。でまあ共産党もいいかなと思うことはありますが別に共産党についてさほど別にどうこうもない。 うん、社民党に関してはほとんどわからないですね、別にその右だ左だというその分類ではないんですよ。で、このことで何を言われているのかということなんですが、まあ、おそらくこの、まあ、一般的に言われている左というものの定義は分かりませんけど、あの混乱することを良しとするみたいなことを言ってるんですが、意味が全然違います。えそれをしてていいるるののはえ自民党の背後にいる米ですいいわば言ってしまえば まあ、その米ですね、そういったものがいろんなものを指示を出していると考えるんで、むしろ令和とかっていうのは逆に言います。で、あの今回の件に関しては、うん、共産党とかっていうのもたあの逆にいると思います。だからそういうことを言って、えー、例えばですね、まあ、僕がお話しするようなことを、まあ、気づかれたくないんですよ。然、うん、よく調べれば、よく考えれば、おかしいと分かるんですが、それに,ことに気づかれたくないんだと,と僕はそういうふうに思っていますで、えー。このですね 大変なことが起きている今のこのノートの県ですよね亡くなっている方とか避難されている方が多くいてその大変なことが起こっているんだって言って憲法を改正して緊急事態条項を入れようとしているのは自民党です、えー、憲法改正に賛成したのは自民公明維新国民民主です、えー、令和はそこにいません逆ですむしろ共産党も逆ですまずこのことを全く理解していないのか何か知りませんが何か左左がどうのこうのと左巻きがとか意味が分かりませんはっきり言って。 そして、えー、今回の件ですが共産党の話を持ち出すんですが全くそこに令和は関係ないんですが、えー、共産党も令和も一緒だみたいなことを言って、えー、否定してるんですが意味が全く分かりません。で、この否定する、まあ、材料っていうかなそれになった話が多分これだと思うんですがこの件についてももちろん、ね、別に変なことは言いませんが思うことってのは別にいろいろあります。 あの共産党の、えーまあ、な何ていうのかな、いわゆる募金に関する中抜きということを多分言ってると思うんですが、過去にですね、えーまあ、その募金を共産党が募ったときに、その募金をですね、まあ、中抜きしたことがあったということで、えー、これは本当だと思います。で、別にこのことについて、当然、共産党を擁護しませんで。悪いことをしていると思います、うん。何やってるのか意味が分かりません。何やってるんだろうなって思います、共産党が。ただし、あこういうふうに考えます。 でおそらく多くの人ってのはこ,ここには分からずに行くんですけどあ共産党はねえその募金を中抜きしたんだひどいんじゃないかって言いますでまあんと表現していいかわからないので、えーまあ、数字で言いますけど例えば共産党の中抜きした悪さを10と定義しますしかし自民党がしてしようとしている自民公明維新国民民主がしようとしている憲法改正ってマイナス1万ぐらいに当たると思います 別にどっちも悪いことででえばそれまでなんですよただし国民にとってはどうマイナスに働くのかっていうと憲法改正の方がよほど国民にとってマイナスに働きますそして令和を支持しますが別に募金の中抜きに令和は関係ありませんだから関係のないもの一緒になってだから僕は思うんですがこの 今回のノットの揺れに乗じて、ですね、それこそ乗じて、ですよ、思いっきり乗っかって、令和を潰そうとしてるんじゃないかと思います、山本太郎さんがですね、国会できちんと、ね、いろんなことを岸田に聞いたりする、あるいは閣僚、官僚に聞いたりする、まあ、そういったこともあるんでしょうね。 で今度は例えばこういった話もあるんですが全くもってえわけわからないえことなんですがこういう何かえねえ緊急事態があった時に社民党とか共産党の議員というのは被災地に入ってえ何も活動したことを知らないっていうんですがまずここにどこにも令和がありません社民党共産党がどうのこうのって言ってますがまずこの話に令和がありませんじゃあこう考えます令和はどうでしょうかえ少し前に日本に大きく 大雨がが降って被災ししたこととありましたよね九州と秋田その時山本太郎さんその被災地に行ってましたよね行ってるんですよその時岸田何してたんだって外国かなんか行ってたんじゃないの自民党のになんかフランスに税金使って少子化の研修と称して海外旅行行ってたんじゃないのその自民党の方がよっぽど悪いんじゃないのそこには目向かないのどうかしてますよ そして言うんですよ。左巻きはどうのこうの。別に僕は左巻きではないですよ。こういったことを客観的に考えれば分かるんだけど、それすらも考えないのかって話。で、なんだか知りませんけど、そういうことを言ってったね、えー、なんか知りませんけど、否定して楽しいのかなんか知りませんけど、どうかしてるわ、普通に。よく考えれば分かる話です。もう一回言いますよ。こののの前、前少ししに秋田田と九州で、ね、災害がありましたよね。その時、自民党の議員は、岸田は その被災地に行ったって言ってもちょっと10分ぐらい顔出しただけでなんか知らないけど何もしてなかったでしょ同時期にあのエ l フェルの自民党の女の議員が言ったことを炎上してるわけですよそう忘れたのその話で何を言ってんのそれで「令和は悪いんだ左巻きの人間たちはどうのこうの」意味が分かんねえよ言ってることのでそれに関して誰もひひ否定しないんですよねうん。 だから僕は令和応援してるんであの言いますよ。だっておかしいじゃないですか。そんなこと言われて。わけわかんないでしょ。だからまあ言うなれば令和社民共産っていうのが同じ考え方を取ってるっていうことなのかもしれませんが、社民共産に混ぜて令和を潰そうとしてんでしょ。この今回の件で僕そう思いますけど。で今度ですね、令和の議員で長谷川ういこさんっていらっしゃいますが、あこの方が、あ あの SNS に投稿したものに関してもいちいち反対が出るんですが全く意味がわからないんですよ何を反対するのか僕ね全くわからないでさらに言うと前提が抜けてるんですよね長谷川ういこさんが何をおっしゃったのかというと原発より人命だろうというコメントが多数あります滋賀原発では火災が発生使用済み燃料プールの冷却系ポンプが40分停止水も漏れる異常事態が発生していると政府や経団連が再稼働を急ぐ滋賀原発 柏崎原発が停止中だったのは不幸中の幸いでした万が一危険があった時にこの時期は雪もあり地震による道路,の道路の陥没もあるため避難できるかわからない人命を尊重するならなおさら原発のリスクを重く見るべきですえとおっしゃってるんですが非常にまともなことを言ってますそしてこれに関して完全に言いがかりだと思うんですけど国民のことを考えてない国民のことを考えてるんですよ国民のことを考えてるからこういうことを言ってるんですよ いちいちこの文面に出てこないことは考えてないということ自体がおかしいんですよ。日本国民のことを考えてね、えー、この原発があもしおお大掛かりなことになったら大変なわけじゃないですか。じゃあ逆を言ったこの長谷川ウ子さんの文章の中にありますけど、政府経団連、自民党が急ぐ原発利権ですよね、うん、これ原子力、原発の利権でしょ。それにしたら もっと被害が多くなるんですよ。日本で国民が過ごすのが大変なことになるんですよ。完全に揚げ足取ってんじゃん。そのいちいちこれにどうのこうの言う人って僕にはそうとしか思えませんけどね。だからこ,この一連のこの何て言うんだろう。今回のこの揺れとかそうですよ。それっていうのはどういうことがお起こってるのかって言うと、日本の宗主国米が支持してるんですよ。僕はそう思ってます。だから、あの別に令和ってのはその米のおそらく対立が側にいるんですよ。 で、えー、別に今回何も言ってないわけじゃないですかでこの長谷川海子さんの言ってることまともでしょだからなぜそれを考えてわからないのかっていうのが謎なんですよそしてえ左巻きがどうのこうのとかってそういうことを言ってね何を思ってるのか知りませんけど分かってますかって今自民党が憲法を改正しようとしてるんですよ憲法を改正したらどうなるかって分かってますかって話ですよ9条がなくなったりね基本的人権がなくなったり緊急事態条項が導入されるわけですよだからこの緊急事態に常時そういうことをやってるわけでしょ でこれに関しても、令和は反原発運動をしているとかね、いや別に反原発運動なんてしてませんよ、当たり前のことを言ってるだけですよ、当たり前じゃないですか、この話、この,この当たり前の話を、なぜだかわからないですが、わからない人が多いんでね、僕には意味がわからないんで,で、この件って結構今、注目されてるんでえぼ、僕なりに思うことをお伝えいたしました、令和のことに関しても別にすべてわかるわけじゃないですよで、さっきお伝えしましたが、別に共産党とか社民党を応援しているわけではありません。 ただし、自民党のしてることってのは非常におかしいから、だから結局のところ、あのどういう構造になってるのかっていうと、こ,このね、能、え、登、ー、の,の揺れをの,の揺れに便乗して、ですね、えー、令和を潰して、えー、自民党をまた上げようとしてる、そういったことをしてるんじゃないの、そしてそれにまんまと多くの人が乗っかって、ですねこう令和を叩く、その構図が多分あるから、それが僕はおかしいと思うんで、そちらの件について、えー、お伝えいたしました。 最後まで聞いていただきましてありがとうございます。今回はここで終わります。失礼いたします。